本日は守備猿自宅にある全野球道具を一挙紹介スペシャル。はい、どうも守備猿自宅です。本日は外が追い肉の天気で野球ができません。その日は私自宅で自分の愛する野球道具をいじって非常に次の野球へのモチベーションを高めております。以前私自分の家の野球道具いろいろ紹介したんですけども、まだご紹介していない野球道具、それからちょっと新しい道具なんかも、ありますので、そちらの方をご紹介していければなと思いますので、皆さんご覧ください。はい、というわけでまずはここが私のグラブコーナーでございます。はい、こんな感じで今自宅には10個グラブがありますね。これが一番新しいスラッガーさんの令和ゴールド、ホワイトゴールドのグラブでございます。はい、というわけでこちらのまあ令和ゴールドのスラッガーのグラブでございます。まあ全然もう今柔らかくて、もうこんな感じでもうガンガン使えるぐらいの柔らかさに、まあ今見してもらって、その後キャッチボールとかね、ノックとか受けてこんな感じになっております。先日の試合で初めて、オープン戦ですね、使ったんですけども、全然問題なく使用できました。まあこれからどんどん馴染まして、まあどんどん使っていきたいグラブの一つでございます。はい、そしてこちら水野さんの僕の大学時代のグラブですね。先日、スポット水野さんで修理していただいて、こんな感じで綺麗になったグラブでございます。まあこれももう全然もう当時の僕の形がまたいい感じで、こうしっかり感を残しながら蘇って、もういい感じでございます。はい、綺麗になってすごい気持ちもいいですね。やっぱりこの間先日の試合てか最近ね、よくこれ試合で使っています。まあ帰宅の時のショートバウンドとかもこのグラブでしっかりバシッと取れましたので、やっぱりこの公式でずっと使ってたこのいろんな箇所にポケットがある自分の手に馴染んでるっていうのは、また撮っててすごく気持ちがいいですし、安心感があるなと改めて感じさせてくれました。まあ、今あるグラムも、こういう、まあ、ここまでなかなかね週1回の野球で、馴染むことないですけども、どんどん使ってこういったいい味が出るようにしていきたいなと思っております。はい、そしてこちらはユニフォームコーナーでございます。あっぱれ、僕が入ってから歴代ユニフォームがずらっと並んでおります。こちらが新作の Z さん。まあ、やっぱり僕赤すごい好きなんで、もうこれめちゃめちゃ気に入ってます。金、それから文字がネイビーと、まあ袖が白で非常にバチッと映えるユニフォームでございます。まあ緑ユニとかね、赤ユニとか、まあもちろん白も今着てますけども、まあこういった形で今4色がアッパレ現行で使っているユニフォームでございます。リストバンドとか色合いも楽しめるので、非常にモチベーションも上がっていいなと思っております。はい、ということで続きまして、僕の家の野球コーナーでこちらですね、バッティンググローブ、それからサングラス、リストバンドなどなど入ってる、ボックスでございます。こちらの方を紹介していきたいと思います。はい、ずらっと出して並べてみましたが、あまりに量が多いので早送りにしまーす。まずはアディダスバッティンググローブ2019オールスターモデル、アンダーマン2019年ゴールドホワイト、ジャカルタでトシさんが買ってきてくれたお土産のナイキのバッティンググローブ、こちら最近買った水のプロの限定のバッテ、こちら去年買った水のさんの限定のバッテ、こちら大学時代の練習で使用していた水のプロのバッテ、こちらジェットさんのバッティングローブ、こちらフランクリンのホワイトと、シルバーのバッティングローブ、こちらフランクリンのアメリカ建国記念日モデルのバッティング、スラッガーの、佐藤さんに買ったピンクのバッティングローブ、佐藤さんに買ったピンクの、はい、スラッガーの守備手です。水野の教えてもらった、ソリケルプロ、そしてこちら、佐藤さんから回ったスラッガーのピンクのソリケルプロ、はい、続きまして R3 ですね。はい、こちら僕が毎年使用しているジャニスファイヤーの、C のアームスリーブ、アクティブランドさんのアームスリーブ、最近チームでパーカーも揃えましたけども、アメリカにアームスリーブと同様サラサラして気持ちいいです。水野さんの青の迷彩というか、ちょっと柄があるアームスリーブ、最近ライト師匠からいただいた、こちらハイゴールドさんのピンク迷彩のアームスリーブ、これはアームスリーブなんですけど、カーブですね、クラディツータイムズユーというメーカーのクラディのサポーターというか、そういうやつで、はい、すいません、リストバンドのご紹介です。ナイキのリストバンド、オークリーの後ろに名前と番号が入ったリストバンド、アッパレと金と銀で入ってる、水野さんのグローバルリーグのリストバンド、スラッガーさんのリストバンド、アッパレとこれも入って、マチ番号が入ってる、こんな感じのリストバンドです。坂本さんにもらったスラッガーさんのリストバンドが、パワーブレックスと言いまして、まあ、ソフさんも最近つけてるんですけども、デザイン性も非常に高いので、気に入って最近つけております。そして今のサングラスはこちら、オークリーのカスタムのこの水色、そしてオレンジ、そしてここが黄色のサングラスでございます。はい、続きまして、今はこれが私の自宅にあるスパイクでございます。まずはこちらアンダーマーの輸入のスパイクでございます。 USA モデル、これは去年マツダスタジアムで試合するときに購入して初
入ってるポイントのスパイクでございます。まあ輸入したんですけど、すごい派手で一目惚れで購入してしまいました。ナイキ ID でオーダーしたスパイクですね。はい、 AP とか入れられたり、このナイキの部分にも名前とかは本当は入れられるんですけど、僕はこのナイキのマークが好きだったんで、これをそのまま入れてあります。まあ白と赤と金という僕の大好きな色を入れて、まあ最近はこのアモの紐がすごいお気に入りなので、これを使っています。ミズノの、スパイク、こちらネットで買ったんですけども、これも一目惚れですね。最近ピンク大好きなんで、紐アモのピンクをつけて、まあちょっとおしゃれな感じで履いちゃったりなんかしてやってます。まあ、これもポイントなんですけど、これちょっとポイント柔らかくて、突き上げがすごい他のポイントよりもさらに少ない感じなんで、連戦の時とかはもうこれ履いていくと全然違います疲れ。はい。アンダーアーマーのハイカットの、モデルですね。これもポイントなんですけど、これはアッパレ入って多分最初の頃ずっとこれでやってました。ハイカットのやつかっこよくて好きだなと思って、履いて、あともともとこういうハイカットの足首がキュッと固定されるスパイクが僕好きだったんで、まあこれを、スポーツ店で購入したんですけども、これ非常に僕軽いですし、まあちょっと高さがあるんで、まあ安心感、よくここら辺とか僕なぜか走ってる時に血出ちゃったりして、くるぶしのとこ痛くなったりとかまあ学生の時ハンドスパイクだったんで血出たりしたんですけど、まあそういうのもカバーできるんで、割とハイカットのスパイク好きです。はい。ミズノプロ9マークですねの、スパイクですね。こちらオーダーなんですけど、大学生の時に安くなってたのを買った練習用のスパイクです。やっぱミズノプロですし、非常に質もいいですし、全然やっぱり練習で履いてたんですけど傷んでない、こんな感じで埋め込みの、はい、ハンドスパイクで、はい、まあ今うちにある唯一のハンドスパイクかな。まあぐしゃぐしゃの日とかね、どうしても本当はポイントの感じがすごい好きなんですけど、どうしてもぐしゃぐしゃの日とかグランドによってはやっぱりこういうハンドスパイク履かなきゃいけないので、ここが非常に薄いんですよね、ソールが。ここが薄いんですごいこう地面をダイレクトに感じれる感じがして、すごい好きです。これお気に入りの一品です。はいはい、というわけで本日はですね、私の自宅にあるグラブ、スパイク、それからアクセサリー系の道具などもろもろいっぱい紹介させていただきました。まあ雨の日、今日みたいなね天気の悪い日はなかなか野球ができなくてストレスもたまりますけども、自分の愛する野球道具をですね、こうやってお手入れとかなんかしちゃったりしてですね、こう自分の中に湧き出るこの野球熱をですね発散していこうという次第でございます。というわけでですね、まあ自称野球道具マニアの私としては、こういった雨の日もこう道具とねいっぱい過ごして、愛を育むということで非常に楽しい時間になります。はい、というわけで本日の動画は以上になります。今月もプレゼント企画やってますので、皆さんチャンネル登録とコメント応募完了になりますので、よろしくお願いします。10月のプレゼント企画、1つ目は水のプロ外野手用、2つ目グローバルエリート外野手用です。応募方法はチャンネル登録&コメントで完了です。よろしくお願いします。